火に移るは霊源の舞。火に宿るは歴戦の湯。紡がれるつわものの感慨。幾重もの意志、元魂の糧となり、鬼を滅する力とならん。なおも、なおも、終わることなき人鬼の決戦。火に宿るは歴戦の湯。火に移るは少年の覚悟。甘い。やっぱりサビトは反応が正確で早い。中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう。かまど炭治郎、あのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけた。幾千幾万と刀を打ち込み、腕が悲鳴を上げてもなお刀を振り続けた。俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきた。お前は強くなった。今俺に真剣を握らせていることが何よりの証。今宵こそ仕上げの時。未だ奥底に眠る覚悟を奮い立たせろ。技、感覚を研ぎ澄ませろ。来い。大家好，欢迎大家点击这个影片，跟我一起来玩《鬼灭之刃》。我是魏巍，一开始我们就开始战斗了，来吧！一开始是教学关卡，教你怎么攻击。游戏一开始从打枪突这边开始，其实之前有很多的内容。这个主角叫做炭治郎，如果大家没有看过动画的话，那炭治郎他一家都被鬼杀了，甚至他的妹妹还没有活着，他妹妹也变成鬼了。抓不到吗？抓不到吗？抓到了。之后他为了报仇去拜师，然后有一个师傅叫做玲珑师傅，他跟他学习怎么样去杀鬼，学习鬼的知识。那想要进一步的有很多鬼的知识以后去救他妹妹，希望能把他的妹妹从鬼重新变回人。那这样，在这个过程之中呢，要去参加一个鬼杀队，要参加鬼杀队，要参加最终选拔。那他的师傅就跟他讲说，你要砍那个后面有一个石头。主角发现他一直都砍不过，但他发现他砍不过的时候，就出现了这个人。这个人叫做枪兔，他会帮主角练功。那现在就是他帮主角练功的过程。知道，学会了。按住 R1， 然后再按下三角形。やるようになった。そうだ、それでいい。追踪奔跑。然后觉醒，觉醒中按下 L2 全觉醒。奥义是什么？大招的意思。見事だ。そう来なくてはな。覚悟が足りていない。鱗滝さんに何を教えてもらった。足を止めるな、立ち止まるな、進め。男なら、男に生まれたなら進む以外の道などない。さあ立て、立ち上がり、もう一度挑んでこい。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。岩を、そのためにはサビトを。でも何度挑んでも、なんでこんなことになっちゃったんだろうな。普通に暮らしていただけなのに、家族と一生懸命に生活して、貧しい家だけど時々は街で美味しいものを買ったりして幸せだったのに。幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。たった一日、俺が家に帰らなかったあの夜に、みんな死んでしまった。鬼に襲われて死んでしまった。痛かったろう、苦しかったろう、ごめん、助けてやれなくて本当にごめん。辛いのはお兄ちゃんも同じでしょ。顔を上げてよ、一人だけ悲しまないで。私も一緒だから。兄弟二人なら辛さを乗り越えられる。そうでしょ。そうだ、俺にはまだ残っている禰豆子。あの晩お前は鬼になってしまったけれど、でもそれでもお前は生きてくれている。サビトの言う通りだ、進め、進むしかない。妹を人に戻す方法を探るためにも、みんなの敵を取るためにも、俺は刀を握ることを決意した。そうだろう炭治郎。ようやく男の顔になったな。ここで止まっていたら禰豆子は助からない。俺を引き取ってくれた鱗滝さんと鍛えてくれたマコモに失礼だ。今日こそサビトに勝つ。所以刚才那个是练习，现在才真的是要打斗。意識しろ。どれほど近いか、もうすぐ結果が出る。僵住太弱。それとも俺を超える。打哪里？要打哪里？要打哪里？決着をつけるぞ、炭治郎。全集中、水の呼吸、死の型、打ちしよう。相打ち、いや違う、炭治郎の方が。見えた、突き抜いた。早い。ね、炭治郎。あいつにも。岩が。サビトとマコモは。まさか本当に切ってしまうとはな。お前を鬼殺隊の最終選別に行かせるつもりはなかった。もう子供が死ぬのを見たくなかった。お前に岩は切れないと思っていたのに。よく頑張った、炭治郎。お前はすごい子だ。最終選別、必ず生きて戻れ。わしも妹もここで待っている。火に移るは少年の覚悟、覚悟示すは鬼滅の道。这样我们就打通了序章。那打通了序章以后，有很多角色可以用，还可以看一下之前的剧情。我们来看一下这个一如往常的早晨。今も覚えている。いつもの朝、いつもの顔、いつもの朝の風景。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。正月になったらみんなに腹いっぱい食べさせてやりたいし、少しでも炭を売ってくるよ。早く帰ってきてね。気をつけてね。お兄ちゃん、いってらっしゃい。生活は楽じゃないけど幸せだった。母ちゃん、竹雄、茂、花子、六太、そして禰豆子。いつもの朝の風景だった。いつまでも変わらないものだと思っていたんだ。接下来来看下一个回忆。看这些回忆，可以大概知道这个游戏啊，这个原本的动画的剧情。那我们再看下一个回忆。 我们还有最后一个回忆可以看一下。 岩を切ることができず、くじけそうになっていた俺の前に現れた面をした少年サビト、そして並び立つ少女マコモ。サビトは俺を相手に稽古をつけてくれる。マコモは俺の動きを強制してくれる。少しずつけれども確実に俺は力をつけていることを実感していた。お前の血肉に叩き込め。もっともっと、横田貴さんが教えてくれた全ての極意を決して忘れることなどないように、骨の髄まで叩き込むんだ。 全集中の呼吸はね、体中の血の巡りと心臓の鼓動を速くするの。よくわからない。どうやったらできるかな。死ぬほど鍛える。結局それ以外にできることないと思うよ。来る日も来る日も俺は大岩の前でサビトと戦い、 マコモの教えを受け続けた。腕が足がちぎれそうなほど、肺が心臓が破れそうなほど刀を振った。それでもサビトには勝てなかった。半年経つまでは。那我们这次就玩到这个地方，我们打败了序章，打败了枪兔，那劈开了石头以后，我们就可以去参加最终选拔。那下一次我们就前往下一章，去最终选拔，加入鬼杀队。那我们下次影片再见，拜拜。